えー、皆さんこんにちは、えー、ただいまから理系公務員、えー、あるいは技術系公務員のガイダンスを行ってまいります、えー、担当はレック東京リーガルマインド、えー、公務員試験と資格試験の予備校でございます、えー、そこの、えー、専任講師をしております大野と申しますよろしくお願いします、えー、とおおよそですねあの三十分強という感じで、えー、大体このガイダンスはえー、っと まあ、あの時間になっておりますそれでそののくらいいい時間お付き合いくださいで理系技術系公務員が、えーとまあ、どのようなものであるあるいはどういう仕事をするあるいはそれで試験がどうなっているのかそのようなことを、えー、大まままかに話してまいりますじゃあ,、えーとあのですね、この画面があの PC に変わりますのでそちらの方を見ながらあのたまに私の顔を出すかもしれませんが、えー、ということでいきましょう。はい じゃあ、えー、と公務員試験回答ですね参りましょうでまず、えー、と公務員とは何でしょうか、まあ、これは簡単にでそれから、えー、とどんな仕,仕事があるんですかということ特に理系の場合はどうなんでしょうかっていうこととあと,、えー、と採用試験ですねで勉強方法等々についてという感じですじゃあ参りましょうまず公務員えっ、ー、とですねまあ国これは国家公務員ですね地方公共団体 地方って言ってて言るけどね大丈夫だと思いますけど例えば東京都は地方公共だったりですよあの田都会と地方の地方じゃありませんから、えー、都道府県とか市区町村ですねで、えー、とそこであれば地方公務員というふうになりますでさまざまな行政サービスを提供したりうんぬんということをやっていきますで、えー、とまあ文系の人が多いわけですね法律とか法令とかそういうものを扱っていきますのでそういう人が多いんですけれども中には 当然のことながら理系の知識がないと,、えー、っとその仕事にならない人もいましてそういうところで理系、系技術のの公務員の方がいいらっしゃいますで大体おおよそですね国家公務員が大体65万人うんうんっていうんだけどまあこのくらいで地方公務員まあこのくらいっていうふうになってて大体日本全国で、えー、っと400万人ぐらいというイメージで考えていていただいてもいいですから、ね、あるいは350万人くらい。 日本の人口が1億2,000万ですからそう考えるとそんなにたくさんはいませんね。ただ逆に言えば日本国内で1万人とかそう少ない規模でもないということもあります。はい、で、えー、とまず国家公務員ですね、えー、と総合職一般職専門職等々に一応分かれまして総合職あの事務系の方がね多いんですけれども。 うんとここに理系の方あるいは人間科学等ですねこれはあの心理とかであのー、ですね、あのー、日本はね三権分立ですね立法行政司法で国会で法律作って行政で動かして司法裁判所で問題があったらチェックするっていうことになるんですけれども、あのー、その法律を作る際にね大元になるアンテナはこの総合職の人が大体政治家とともに。 あの関わってやっててやいきますということであの政策企画立案法案法作成等々になってくるってことこですねで理系の方もねあの当初は現場の業務みたいな感じでやっていくかもしれませんけれどもそのある程度キャリアを積んでくるとこのね企画立案とか法案作成とかそっちの方にどんどん進んでいくっていう方が多いです総合職の場合は。で国家一般職 こちらはですね、国会で作られた法律これを実行していく部隊です、えー。だからその、えー、と何ていうのかな、総合職が国を動かす人、一般職が国を支える人だと思ってください。で、中央省庁って霞ヶ関って東京のど真ん中にあるんですけど、そこの出先機関と言いますかね、地方機関がありまして、そういうところで多く配属されています。 で、えっ、ー、と、従事していくっていう形になります。で、国家専門職ですね。えっ、ー、と、こちらの方は、うんとですね、あの、仕事をしていく人です有名なのが、税金の専門家、国税専門家、それから、労働者の味方というかね、労働基準監督官、それから、食品衛生監視員、これ、地方の場合もありますけれども、国家の場合もございます。 で、法務省専門職員っていうのはこれはあの例えば少年院の先生法務教官っていうんですけどそれとかそういう方々ですね。もうこののプロパーの仕事をしていく人っていう風になります。で地方公務員になるとどうなるかっていうんですけれどもうんとね先ほど言いましたように都道府県と,、えー、と市区町村の職員っていうふうになります。で行政職と,、えー、と技術職っていうふうに分かれているっていうことですね。 でえー、っとですねその国家公務員とその地方公務員でどこが違うんでしょうかっていうことがちょっと気になる人いると思うんですけどまず勤務先が違いますよね。国ななののかか地方ということ、ね、で移動の範囲っつってねあの総合職の人はすごく移動するんですけど国家。一般職の人だと、ね、そんなななに大きな移動はは最近はないですでやっぱワーク・ライフ・バランスっていうんですけれども仕事と 生活の両方を充実させようということはあのいろんなところで言われていますのでそういう面から考えてもねあのそんなに大きな,あのなんだあの天気を伴うような移動を頻繁にやるっていうのは総合職でもななないい限りりあまま最近はやらなくなっていますでそんな中でですねあのじゃあどこが違うのかっていうとですね国家公務員はとにかくね すごいどでかいことができるんですけれどもねある意味あの民間なんかと比べれば広いけど仕事の幅は狭くなるんですどういうことかっていうとですね例えば学校制度文部科学省で場合によったらね日本はもうこれだけ高校進学率も高くなってるから義務教育9年ですよねもう12年にしようよとそんな改革ができます。 あるいは国土交通省絡みであの例えばね新幹線、ね、新しくしてリニアのやつ、まあ、JR 東海がメインでやるんでしょうけれどもそこに関わるようなことができます。で大ききな仕事はできません。でただね国家公務員の場合はそういうバカでかいことできるんですけれどもあの移動の幅が狭いんですね移動ってあの人事移動の移動ね。でどういうことかっていうとですね じゃあ、義務教育改革やりました。じゃあ、私はもう、次はね。あの、例えば、外交をやりたい。外務省に行きます。よろしくみたいな感じの。移動はないんですよ、国家公務員は。あの、文部科学省なら、文部科学省で一生過ごすっていう感じなんです。原則として。で、地方公務員はね、そこが違ってます。仕事の規模はちっちゃいんだけど。あの、国家で言えば、ありとあらゆる仕事をやるって感じです。例えば、東京都で。 まあ、例えば都立高校関係をやった教育ですねそしたら今度産業振興をやって下町の中小企業の支援をやったそしたら今度ゴミ問題をやったそしたら今度水源地の上水道のやつをやったとかね、えー、そんなような感じでとにかくいろんな仕事をやっていきます。だから規模はちっゃいけど様々な仕事をやる地方公務員でそれからあのそうじゃなくてあの何て言うんだ 一箇所でその、ね、そののねままっっってててやいく国家公務員なりますじゃあ理系の方はどうなるんだっていうんですけれどもやはり理屈は同じでしてうんとですねあの国家公務員の場合はその省庁の枠に縛られますところが地方公務員になると、まあ、やる分野はね決ままってます土木の人がいきなり農学やれとかそういうことはないですけれどもただその土木っていうことでやった場合もね ただ単に建設関係だけじゃなくて都市計画のほに行ったりとかこういろいろねさまざまな分野で活躍していくことになるというふうになります。でえー、っとですね地方公務員さらにうんと、ね、心理福祉の人も地方公務員います。でそれから国家だとね皇居の警官っていうか警備している皇宮護衛官っていうのあるんですけどそれ以外だと警察官消防官は地方公務員です。であと,うんと、ね、その理系の方で 学校にによっっったららここに関わるるて人いらっしゃると思うんですね例えばあの臨床検査技師ですとかあるいは先生もそうですね資格免許職つって免許がないとあるいは資格を持ってないとなれないというやつですねえー、とそんなようなやつですというような感じになっておりますでじゃあ理系の方ですの仕事と種類と仕事内容ということで国家公務員ちょっと大きくね職種で分けました。でね このページがあるやつ土木建築電気機械ちょっと電気電子情報は電気ってしちゃいますけど土木建築電気機械大体いいこれはねあの、まあ、予備校業界では花形4色種というか採用が多い4色種ですでまあ、国家公務員でも割と採用ありますでかつですね大体いい47都道府県毎年、えー、採用しているものですで土木関係ですねであと 建築系まあこれちょっとご覧になっていただければねなんとなくイメージわくかなっていう感じなんですけどで電気電子情報もねあのいわゆる情報系っていうのはそんなに公務員はね才能いっぱいあるわけじゃなくてやっぱ電気電子のメインの強電系っていうかなんとかそっちの方があの強いですね。であと機械系という感じになります。で後で触れますけど科学色考えてる人ね科学色結構厳しいんですよ。 であの採用少なかったりするしっていうことなんでちょっと条件が許せばねあの機械の方で材料系だとかそっちの方なら私何とかいけるっていうことであればそちらの方で受験するっていう手もあります採用はおそらく科学プロパーよりは機械の方が多いと思われますうん、ちょっとね専門外の部分が入っちゃうかもしれませんがでえー、っとですね今の化系学ですね農学林学農業土木系を入れておきました であとあのまだ他にもね、えー、いわゆる物理系とかなんかあったりするんでこれ気象庁とかなんかの特化しちゃったりするんでちょっとここで割愛しています。で化学系ですねちらっと言いましたけれどもあのですね採用ないわけじゃないんですけど人数がやっぱ少ないんですよねでそれであのかつあの例えば土木だとね民間との併願っていうのも考えられるんですよ。で民間ゼネコン系 それで公務員まで系ところが化学系になると特に学部生の方はですね研究所に勤めつつか科学の知識を使った仕事をしたいってなってもなかなかそういう民間だと採用がないんですよね。結局営業やらされちゃうみたいな感じになっちゃってでそうするとそれだったらねあの公務員目指そうか専門知識使えるしってなるけどもそんなに採用がない。だからなんて言うんてううでしょうねあの 倍率も高くななななっちゃうししなかなか厳しい試験になりますだから先ほど言ったように機械の方がいければそっちの方で受けちゃうってう人もいます。で農学系えっ、ー、とですねこれはまあ農林水産省がメインですけど環境省とかなんかでも取ったりします。うんということで,であとねあの国でやっていく場合はあのそれこそね貿易の話とかそんなうなものとかいろんな業務をやっていきます。であと一部 大学さんちょっと限定されちゃうかもしれないけど輪学系です。えー、っとで,す、ね、であのこちらの方はうんとですね環境省とかがメインです。で,逆に農林水産省で取ったあのうんとですね臨学系でレンジャーやりたいと自然保護官ですねこういう方は総合職よりは一般職の方がいいです。 でというのは総合職でやっぱ採用されちゃうとね入った時はレンジャーの仕事とかでね国立公園事務所とかでできるかもしれないですけれどもある程度キャリアを積んでくるとやっぱ本省の方で政策立案の方とかにに関わるよよううなっちゃうんですよねだから自分はそれより現場の方がいいよってなったらこれはあの一般職の方がいいかなって感じです。あの書いてないけど物理職も同じです。えー、っとですねまあ 例えば自分はあの、ね、台風が来た時とかなんかの時にあの主任予報官という形で記者会見やるそれは総合職です、えー、だけれどもそれよりはねもう雨風すごいとこでもあの気象台とかなんかでその台風の現場にいたいとそうなるとやっぱり一般職になってくるっていう、えー、感じのところがあります。であと農業土木系ですね、えー、というのの採用もちゃんと国家はあります。はい でえー、っとですねその同じようなものが地方公務員でもあります土木建築電気えー、っとねえー、っと機械化学農学大体この辺はあの割とあるかなっていう感じのところです。でえー、っとですまあ科学はちょっと少なくなったりするし農学は分野が限られちゃうけれどもっていうことですね。えー、っというような感じではあります。はい、であとですね 国家専門職っていうのがあるんですねそれから地方でも専門職がありますで、意外なのがですねちょっと理工系の方ってうか工学系の方が多いかなでもバ工学系でもいけるんだけど労働基準監督官っていうのがありますこれ労働者の見方で労働法を駆使してってことだから一般的に文系の仕事なんですけれども実はですね労働者の味方ってことになってくるとあの危険なところで作業してないか 衛生環境悪いところで作業してないかって話になってそうするとね。法律を学んだ人じゃわかんないんですよ。建設現場でこう足場大丈夫かとか、なんとかっていうのね。やっぱ理系の人の方が適してるんです。それからうんとですね。えっ、ー、と工場の中でもね。この換気が良くないとかさ。そんなようなものもこれやっぱ法律を学んだ人は分かりません。 馬券学系、環境系の人の方が適しているというふうになって、労働基準監督官、理系からの採用もあります。ただ仕事はね、文系だろうと理系だろうと同じような仕事をしていきます。まあ当然得て増えてはありますけど、で食品衛生監視員、通称食官。でこれえっ、ー、と国レベルと地方レベルで分かれるんですけど、まああの国際的なやつね輸出食器の経営ってなってくると国家公務員。 でえー、と日本国内ってなってくると地方公務員で採用されてるっていうことになります。であとは地方公務員の方かな割と人気があるのは、えー、と臨床検査技師、えー、ということですね県立病院保健所等,等になります。であとねあの特定のところで特定の募集したりするんですけど、えー、と自治体によってあるのが獣医さん。 でこれ国家公務員でもあるんですけどね国家公務員全体じゃなくて農林水産省の中で個別に採用するので獣医さんの採用があります、えー、そんなような感じですかね、はい、では続きまして、えー、と採用試験というか試験を受けなきゃいけないということになりましてそこに行きましょうそうするとですね国家公務員の試験それから地方公務員の試験という風うになります 大,体大学生の皆さんは大卒程度ってなりますでこれね何程度ってどういう意味かっていうとですねあの必ずしも大学ちゃんと卒業してなくてもいいんですよ試験に受かれば中退しててもいいっていうことになりますから時々いらっしゃいます卒業が怪しいってことで試験は受かっちゃったってことでそのまま採用になっちゃってで状況が許せば7月卒業になったりするとかねんなようなこともあります。 であと地方公務員も同じです大卒程度っていう形になってます。中級職ってのはどっちかというと皆さんよりはあの例えば消防関係のね、えー、と救急救命士とかなんかがいわゆる短大卒レベルになるんですよ専門学校卒っていうかそんな感じになるかなっていうところですね。同等になります。まあどっちにしろその個別でね受けるところは確認していただく必要があります。でおおよそです。 今年はねちょっと、ね、あのコロナウイルスの関係でいろいろちょっとねあの緊急事態とかなんかで日程が試験もぐちゃぐちゃになってるんですけれどもあの一般的にはこんな感じです。大体4月頃から5月の頭ぐらいにかけて、えーっとですね、あの出願があります。でそれであの早いところは5月 で、遅いとこでも六月ぐらいに試験があります。これは一次試験です。で、一次試験は学科試験になります。で、えー、っと、それで。合格した人が、あの、いわゆる二次試験に進むっていうことになるんですけれども。あの、これが、そのね。人物試験、云々というふうになっていきます。大体こういうパターンです。はい。で、えー、そうすると、まあ、見ていきましょう。で、出願ね。 あの民間ほどねエントリーシートっていうようなものはあの厳しくはないですがちょっとね市役所とかあっと一部のところになってくるとエントリーシート的なものを書かされることがありますからなんつうんだ今日受けようと思って明日出願できるってほど単純なもんじゃないですけど国家公務員とかはね割と楽なんですよインターネット出願です。もう名前とと関係するところ 住所氏名年齢とかなんとかを書いてやればとりあえず受験票は来ますでそれで一次受かってから面接カードとかなんかが来るっていう感じになりますからで一次筆記試験で二次が人物重視っていう感じになっていきますで、えー、と国家公務員の場合はねその試験に受かっても官庁訪問っていって採用面接を個別に受けなきゃいけないっていうのがあります ただまあそこら辺はね実際もう試験受けるってなって国家公務員も考えるってなった段階でチェックしてくれるでしょう。採用ののののたためめ面面接接だだと思ってください試験のための面接はそれで別にありますで最終合格になるということですね。でまああと大まかな日程が書いてあります。えー、それであの国家一般職とか特別区とか愛知県とかっていう形でこんなふうに並んでいるっていうことです。でじゃあね その試験の中身を見ていきましょう。で、えー、っとですね、教養試験と専門試験というのが課されます。で、えー、っとですね、ただし、市役所を受けるってなると、あの、事務系の場合はですね、教養試験のみっていう地域が多いです。で、ただね、そもそも理系の方の場合、市役所ではあんまり採用してくれません。で、あの、 さすがに市役所でね科学職とあんまり聞いたことないし機械職っていうのも聞いたことないしっていうことで毎年毎年採用してるもんではないですそうすると市役所はですねあの事務系の人と一緒に受けるっていう感じになって事務系の仕事をやるっていう感じになるんですけどその際はね教養試験だけで受けられることが多いですただここにも書いてありますけど千葉県の方千葉県はね あのいわゆる文系の方でも専門試験出っていうとあのいわゆる法律とか経済とかそういうものがダーッと出てきちゃうんでちょっと厳しいですという感じですかね。はいでもしも市役所で土木とかなんかがあったらこれはちゃんと専門試験が入ります。で、えー、と教養試験ですね。えっ、ー、とまあそのねあの出題分野っていうのが要するに高校までやったの全てです。 で数的処理、なんとなく聞いたことあると思います。えー、とパズル的なものがあったり、算数数学の応用編があったりとかですね。文章理解、英語日本語を読んであ妥当なものを選んでいく。内容が合ってるものもあるし、内容をぎゅっとまとめたものっていう時もあります。で、あとはいわゆる科目ね、理科社会です。社会科学、人文科学、自然科学って分けます。で、えー、とこれらを全部ひっくるめてやっていくっていうのが教養試験です。 で、専門試験ですね。えー、っとですね、これが、うーんとですね、大体、あの、こんな風に分かれます。〇〇の基礎って、これ、受験用、あの、業界用語なんですけど、理工系、工学系だったら、工学の基礎って風になります。科学だと、科学の基礎。農学だと、農学の基礎ってなって、要するに、皆さん、それぞれ専門分野あるじゃないですか。だけど、最低限知っておいてほしいことになります。例えば、工学の基礎は、 数学と物理です。科学の基礎はね、数学と物理一部入ります。だけどあとは有機と無機をおしなべてっていう感じ。一般的な平均的なやつ。で、農学の基礎はね、栽培学と作物学。要するにまあ田んぼと畑とつうか、その辺の基本的な部分が入って、あと統計とかが入ります、えー。そんなような感じで、要するに畜産やろうが何やろう、育種遺伝やろうが何やろうがね、ね昆虫学の専門家やろうが何んだろうが。 最低限知っておくべきところっていうのが何々の基礎っていうふうに入ります。で、それとは別に個別専門科目が来ます。で、例えば土木の例だと構造力学とか数理学とか土質力学とか等々が入ってくる。で、機械だと材料力学、液体力、熱工学等々が入ってくる。えー、ん、なんだか、熱力とかんな感じだね。のようなやつが入ってくる。ということですね。で、えっ、ー、と、こんなような、あの、感じでですね、そのいわゆる、 何々の基礎っていう部分と専門科目で構成されていきます。でですねそれでうんとねあとこれ以外に論文試験というのが課されますであのこれはね地方公務員だと文系理系理共通ですでだからその自治体に特有の問題があったりあるいはまあ一般的なその公務員として必要なもの少子化対策とか云々ね。ただねこれ国家公務員になると一般職だとね 専門記述試験って名前になって要するに理系的なな感感覚で作文すする感じになります例えば土木だとね,、えー、とねこれから少子化が進んでいくとそうすると例えばインフラ整備山の中のさ道路とかさ、えー、と砂防関係とかねそんなようなやつはどこまで推進する必要があるのか要するに場合によったらもう手をかけなくてもいい場所は手をかけなくていいのかどうなのか それをその土木の専門家の見地から述べてくださいみたいな感じで出されることがあります。えー、っとそれでですねいや今回総合職になると本格的な論文になります。であと面接試験が入るっていう感じですね。こんな感じでこう流れていくっていうところです。じゃあえー、っとねちょっと公務員頑張ってみようかなっていう感じになってきたというふうになってきた時にじゃあお次ですね。 学習プランモデルケースっていうことなんですけどあのよく公務員ってね一年間たっぷりかかるんじゃないんですかって言うんですけどこれちょっとした誤解ですえーとですねそれはあのねだいたいなんつうのかな文系の人ですで文系の人で専門科目側の人はたっぷり一年間やらないと厳しいですっていうのは教養試験だけだって結構いっぱい大変だったよねこれさっき見たねいっぱいありますでしょ それに、文系の人の場合はね、法律やって、経済やって、何やってっていう感じで、あの、とにかく根こそぎやんなきゃいけないんですよ。で、そうするとね、あの、とてもじゃないけど、3ヶ月、4ヶ月じゃマスターしきれません。ただし、理系の皆さんの場合にはですね、ちょっと福音がありましてですね、専門科目っていうのが、例えば土木の人は土木しか出ないんですよ。 で建築の人は当たり前ですけど建築しか出ませんでどういうことかというとですねあの要するに土木の人に農学解けとかね建築の人に化学解けとか林学の人に機械解けとかそんなことはないんですあの要するにだからそうするとね学習の始める時期もでしかも大学でやってる場合が多いからそんなにあの文系の方ほど切羽詰まっていません だいたい8月から9月ぐらい、だいたいね秋口ぐらいからスタートすれば理系は間に合うと言われてます。文系の人だと春からやらなきゃだから皆さんも文系の方を受けたいってなったら早い段階からやらなきゃいけないって風になります。で、あのまあそれぞれこうやっていくわけなんですけど、まずじゃあ教養科目何をやっていくか、あのちょっと詳細は省きますけどね。重要なのはいわゆる知能系の数的文証と。 あとね知識系の社会科学がポイントになってくんです出題も多かったりするんでですのでここに力点を置いて勉強していきましょうで正直ねあの人文科学とか自然科学人文科学って歴史とか地理で自然科学は皆さんある程度できると思うんで自然科学についてはねだからここはまあ後で足すっていう感じで考えてくださいで なんで社会科学重要なのかっていうとねこれコスパがいいんですよ。でどういうことかっていうとね例えば皆さん自然科学やってるけど全部できますか自然科学っていうと高校の科目名でいうと数学物理科学生物地学なんですよ。例えば工学系の方えっ、ー、とさ生物なんてあんまり得意じゃないと思うんですね。あるいは逆に生物系の方とか農学系の方は物理とかあんまり得意じゃないと思うんですよ。で結構雑多でしょ で、人文科学一択はもっとそうですよね。ところがね。あの、社会科学ってね、これ、実は高校の科目名で言うと、政治経済なんです。一科目なんです。で、その政治経済一科目で。なんだ。えー、っと、人文科学、自然科学と同じだけの点数出るんですよ。大体、人文科学で七八問出たら、社会科学も七八問出ます。と。であの自然科学、七八問出たら、社会科学も七八問出ます。 そうすると社会科学78問通けど教科書は一冊だからこれ何つも効率がいいんですね。はい。でえー、っとそれでごめんなさいこっちね。えー、っとそれで専門科目の方はですね何のの基礎ってのをおろそかにしないで,くださいでえー、っとねどうしても自分の得意な個別専門科目の方に行きがちなんですけどあのですね試験の傾向ってガラッと変わっちゃうことがあるんですよ。 であのそういうことがちょっと恐れがあるんであんまり過去問中心にやっていくのが常道なんですけどあんまりそこを過信しちゃうと大怪我しちゃう恐れがあります。ところがね何々の基礎って方は本当に変わらないんです例えば高額の基礎だったら1問目がねベクトル系だったら次の年も1問目ベクトルとかなんかなんで,で次がえー、っとねその。 関数関係だったら次もまた関数なんですよとあの翌年もとかいうことでえっ、ー、とまあとにかく同じパターンが繰り返し繰り返し出てくるんです。でそういうことがあるもんですからあの何<ー>でしょうねかなりそこが得点源になるんです。広くやらなきゃいけないけれどもまあそこでしっかり得点ができるということになるんですね。えー、それで個別専門家僕は後で足していくっていう感じで考えていただければいいです。 でそうするとそんなに大変じゃないし実際大学でやってるものは結構使えますから、えーっとね、その面でもいいでしょうってことです。で論文はうんとですねやっぱ政策とかなんかを理解する必要があるんで公務っていうものに対して関心を持ってまあその関係する本とかねインターネットの記事とかそういうものを見てだんだん知識を深めていってあと書く練習をすると。で面接は あの、大学のキャリアセンターとか使ってもいいですし、で、それから、公民の予備校行くんなら模擬面接とかやったりなんかしてるきて言いますが、まあ、抑えるところはですね、なんでそこを受けるのかっていうのと、あとは、自分の強みが何なのかっていうあたりで、そこをうまく伝えられるようにしていっていただければいいのかなっていうところです。はい。で、えー、っとですね。えー、っと、そうすると、 じゃあ、まあまそんな感じでこうやっていってでえー、っと最後ですねで併願ということになってくるんですけど受けられればですねとにかくくでできるだだけけ受けてくださいであの一通りの勉強してればね例えば東京都の試験は年に1回しかないけど東京都の勉強してれば例えば別の県庁とかも受けられたり国家公務も受けられたりっていう形でかなり幅が広がってきますから。で、まあ、できるだけチャンスは増やした方がいいんでね。 であとはですね民間企業との併願をどうするかっていうのは、まあ、大体あの大学3年生で公務員の勉強を始めててだいたいね冬ぐらいに各社この弊社レックでもやってますけど模擬試験っていうのがありますそこでのね判断を基準にしてあそこでの成績を基準に考えてください。でそこの段階でいい判定だったらねもう公務員一本で行っても学科試験は大丈夫です。あとは面接とかなんかしっかり対策すると。 で真ん中辺の判定だったらこれが一番迷うところなんですよ。でね一番下の判定だったらこれは民間主体にして公務員は受けられるところを受けるっていう感じにすると。で真ん中の辺のところねこの人はどうするかっていうんですけどまずねもう死ぬほど勉強をやって真ん中だって場合は民間しっかり併願した方がいいです。ただあんまりやってないけど真ん中だったっつったらもしかしたらしっかり勉強すれば AB に行くかもしれないし。 で逆にこれから民間たっぷりやっちゃうと勉強できなくなるからい、e、いに下がっちゃうかもしんないしってことで本当にちょっと個別でね進路センターとかなんかで検討していただく必要があります。ということなんだけどまあ目安としては模擬試験があるんでそれを受けてみてそれで自分の実力がどれぐらいかなってとこから考えていっていただきたいということですね。ではですねたいあのね基本的な部分のお話はえと以上になります。 まあ、できるだけですねあのいろんなその公務員の仕事ですね皆さんに会う仕事は必ずあるはずですので、えー、っとそれに向かってねあの努力していっていただければと思います。えー、それでは私の、えー、お話は30分過ぎちゃいましたが、えー、以上になります。お疲れ様でした